はい、どうも皆さん、アメリカンドッグの甘い部分です。ありがたいことにチャンネル登録者数が20万人突破したんですけど、ちょっとやってないことがあるなと思って。他の YouTuber さんはチャンネル登録が1万人とか5万人とか、区切りのいい数字に乗ってるので、区切りのいい数字の時に必ずやってるものがあるんですよ。それがおなじみ、質問コーナーですよ。質問コーナーね、やるつもりはなかったんですけど、YouTube のね、裏の掟として、質問コーナーを必ずやらなければいけないという掟があるんですよ。まあ、この掟をやるとどうなるかというと、YouTube っていう謎の音楽をかけながら、黒い男たちが家の中に入ってきて、社会的に消されます。ということでね、今回皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。それでは、どうぞー。やったー、質問できるー。特に質問はありません。じゃあ、なんで書いた？友達の作り方を教えてください。あ、ティムテスさん友達いませんよね。すいません。視聴者にめちゃくちゃ舐められてね。住所。ストレートボール飛んできたな。なんだろう、緊張しちゃうな。ナスとキュウリはどっちの方が好きですか？最初の緊張のくだりいらんやろ。まあ、キュウリだけど。ティムテスさんはインドア派かアウトドア派のどちらですか？教えてくれると嬉しいです。僕は断然インドアですね。まあ、YouTuber なんてみんなインドアでしょ。借金まみれで地下に押し込められた上にイカ様がバレて仲間からの信用も失う一人身です。どうすればいいでしょう？なんかうちの視聴者にカイジのキャラの方いない？どうしたら人間をやめて本格的にブロッコリーになりますか？いや、どう見てもブロッコリーより人間の方がいいやろ。地声気になる。あんまり聞かないから。あ、じゃあ今から地声出しますね。いきますよ。はい、どうもキムです。キムテスさんはおやつに入りますか？なんでおやつに入ると思ったん？普段はどんな生活をしてますか？うわ、もう YouTube 見てたら朝の7時やん。もうさすがにそろそろ寝よう。おやすみ。今起きたけど、もう夕方の5時やん。まあ、今から動画作っても間に合えないし、もう一眠りしよう。っていうね、なんか人間のもうゴミみたいな生活をしてますね。返しができないので、作り方を教えてください。あの、東京の歌舞伎町っていうところがあるんだけど、そこにホストっていうのがあって、まあ、お金を払う。動画の声は自分で撮っていますか？悲しく一人でね、マイクに向かってね、喋ってますね。プロレチシ。僕中学生の時にめちゃくちゃプヤプヤだったんですよ。プヤプヤ。お、言いづら。周りの子たちはみんなセックスセックスとかチンポ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 ーみたいな感じで言ってたんだけど、僕全然もうセックスの意味も分かんなかったのよ。で、お母さんにね、マミーにね、セックスって何って言っちゃったのよ。そしたらお母さん、いや、それはちょっと知らない方がいいんじゃないかなって。もうバカみたいに戸惑ってたのよ。もうごめんなさい。好きなアニメは？何がとは言わないけど、心がぴょんぴょんするアニメとかですかね。まあ、何がとは言わないけど。いつから変態になりましたか？僕がなんか変態前提で質問するのやめてもらっていいですか？週1ぐらいの時になんかモンストのね、攻略サイトを見てたのよ。モンストの攻略サイト読んでたら、なんか上の方に小さなエロ広告が出てきたの。尻が壁に挟まってるみたいなエロ広告が出てきて、そこから僕の何かがね、芽生えましたね。え、待って、僕変態じゃね？憧れている YouTuber は？これはね、まあコムドットかな。キノコかタケノコどっち派ですか？まあ、僕はタケノコ派ですね。まあ、キノコ選ぶやつの気が知れんわ、正直。キノコ選ぶやつは全員バカ。恋人いますか？僕の恋人はこの国さ。女の子ですか？はい。なんでアイコン女性のキャラから男のキャラに変えたんですか？女子受けを狙ったとかですか？はい。キムテスさんの LINE の友達は何人いますか？家族と公式 LINE を抜いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、6、6、6、6人、6人、6人。カービィの裏やってほしいぽよ。え、カービィ本物やん、これ。本人に言われたならやるしかないよな。マリオカートのアイテムの裏を作ってほしいかね。先輩、なんか本人多くね。好きです。僕もクラムボンのことは好きだよ。クラムボンって国語の教科書に載ってる、あのカプカプ笑ったよみたいなやつでしょ。なんかクラムボンって何者かわからないけど、カプカプ笑ってるやつでしょ。カプカプ。恋愛エピソードください。恋愛エピソード何個かあるんだけど、あの特にね、印象に残ってる恋愛エピソードをね、じゃあ今から話していくのでね、聞いてください。じゃあ話していこうと思います。なんかのモノマネして。僕坊ちゃん。おい、家また燃やすぞ、長さま。あん、あん。おい、伸びた。ビャーン、うまい。今日は3人目の彼女とはデートだにゃん。おし、どうも、キョウで。見つかった。おわー。お、キョウ。うち、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 うち。はーい。お腹すいた。どうしよう。決してやましい気持ちはないんですけど、 DM にね、顔写真を送っていただけたらなと思います。まあ仕方ないもんな。だって判断のしようがないもん、これに関しては。うん、仕方ないわ。俺のこと好き？うん、好き好き。うん、好き好きパラダイスだよ。私のこと好きですか？顔が可愛かったら好きかな。
ツイッターで1000人に聞いたみんなの偏見のキムテツさんバージョンどうぞ。金髪の外国人のおばちゃん、香水の匂いめちゃめちゃ強い。最低だ、俺って。あなた誰？あなたこそ誰？あなたは誰ですか？いや、あなたも誰？君、もしかして、パクパク折り紙ちゃん？今検索したけど、これかよ。これなわけないや。何これ、パクパク折り紙ちゃんって。他の人も聞いてたら申し訳ないですが、YouTube をやろうと思ったきっかけなどあれば教えてください。とりあえず、シコシコ。とりあえず、シコシコするんだよ。僕もともと会社に勤めてたんですけど、なんかもうね、うんちやったんですよ。もううんち、もう会社はうんち。うん。つまんない会社だったのよ。まあなんか言っちゃえばね、まあちょっとブラック寄りだったのね。まあうん、中学生高校生めちゃめちゃ成績が悪くて、まあまあなんかうんちみたいな会社しか選べなかったんですよ。まあ成績がうんちやとマジ会社もうんちみたいな会社しかほぼ選べないんですよ。だから親はね、ちゃんと勉強しろとか言うわけですよ。でね、毎日ね、もうつまんねえな、つまんねえなって働いてたんだけど、ある時ね、僕 YouTuber やってみてえなと。まあ僕はちっちゃい頃から夢だったのね。ヒカキンさんの青鬼とか、はじめ社長さんとか見てて、いいな、これで稼いだら面白そうだなって思ってたの。で、僕は結構ポジティブなんだけど、その当時僕 Twitter のフォロワーが20万人以上いて、Twitter で成功してるなら、他の SNS に行ってもまあ成功するだろうなと思ってたの。知識さえあればいけるなと思ってたの。まあそれで思い切って、チャンネル登録者数が7000人ぐらいの時に会社を辞めて YouTuber を始めたんで、まあだからこの動画を見てくれてる人がいる、やりたい人がある人がいると思うんだけど、マジでやった方がいい。もう人生やってみた方がいいと思うのよ、僕は。もしかしたらね、親がね、それはできないよとか、それはやめた方がいいよって言ってくるかもしんないけど、やってみた方がね、多分面白いよ、人生。僕が親に言ったのは、1年間 YouTuber をやって、ダメだったら、まあ会社に就職するわって、戻るわって言ったの。それで、なんとか話を通してもらったのね。だからみんなも、やりたいことはやった方がいい。年取ってからだとやりたいことはできなくなるから、早いうちにやった方がいいよ。年齢知りたいです。あ、年齢か。まあ、34でいいかな。今日は、うん、34です。ゲーム実況はやりませんか？スマブラとかマリカなら実況やりやすいと思いますけど。ずーっとサブチャンネルでゲーム実況やるやる言ってね、できてないので、そろそろやりたいね。そろそろあげたい何かしら。ぶっちゃけ編集だるい。こんなん答えられるわけないやん。いや、めっちゃだるい。銀の盾ってどんな匂いですか？はい、こちら銀の盾なんですが、早速嗅いでみたいと思います。まあ、どんな匂いがするんだろうな。まあ、その前に一回ファブリーズをね、一吹き、させていただきます。はい。じゃあ、嗅いでみたいと思います。まあ、なるほど。なんか、結構意外といい匂いがする。なんか花みたいなね、フルーティー、なんだろう。なんか花みたいなファブリーズみたいな匂いしますね。こんな匂いするんだ。コナン誰推しですか？あと動画いつも面白くてハート見てます。コナンはね、やっぱり小五郎のおっちゃんがね、かっこいいよね。いつもは間抜けなんだけど、なんか活躍するところはね、活躍するみたいなのがかっこいいね。あと、とりあえず一つ言わせてください。ハート見るな。下ネタ出てきて気まずいぞ。僕の動画たまに下ネタ出てくるよな。なんかテレビを家族で見てたらドブロックが出てきて、結構気まずい雰囲気みたいなのがね、よくありますからね。まあでもお母さんもね、見てくれてありがとうございます。モンハンって好きですか？モンハンはね、4G とクロスとワールドやりましたね。あの、受付所めちゃめちゃうざくないあれ。幽霊見えますか？あ、幽霊全然見えますよ。なんなら今ね、隣になんか自爆霊のジバニャンっていう D ランク。顔出しの予定はありますか？顔出しはね、まあ、出たらやろうかな。ちなみに行けたら行くぐらい信憑性ないです。ということでですね、質問コーナー以上になります。改めてね、20万人、本当にね、ありがとうございます。これからはですね、今まで通りアニメの世界に SNS があったらとかね、ゲームの世界に、SNS があったとか、まあ、他にもね、いろいろあるある系だったりね、偏見シリーズだったりね、まあ、いろいろ出していこうかなと思います。さすがにね、アニメとかゲームのキャラクターたちが SNS を始めたらシリーズだけだとね、ちょっと飽きちゃうと思うので、まあ、いろいろね、入れていきます。サブチャンネルの方もですね、ゲーム実況だったり、ゲーム配信だったり、今後動かしていこうと思うので、概要欄にね、リンクが貼ってあるので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。最後にね、どうしても伝えたいことがあって、メロエッタ結婚してくれ。